じゃあ今から NB03 にナノブロック田島春デラックスエディション作っていきまーす。やっと作れるナノブロック専用パッドを使って、結構いつもデラックスとか作るときは使ってます。シリコンパッドがあるとこうやって置くことができるんで、配置がですねできるんで、かつ、まあ、例えば何かの余剰パーツとかで持ってる板とかをしてもいいんですけど、こういう風にこうやって結局こう外すのが結構ガッチリひっついちゃって難しいんですよ。その分これはシリコンなんでベラってね剥がすことができます。はい、じゃあ作ります。パーツの取り付け間違いとかがないように、僕は結構こうそのステップで必要なブロックとかはあらかじめ並べちゃうタイプですね。あ、これ2個作んないといけないのか。2個作るか先に。そしたらデラックスエディション作るの久しぶりだから、なんかこう勘が鈍ってるわ。何の勘だよって感じだけど、あれあれ1個多く出したかな。1個多く出したんだよね多分ね。1段目終了です。これはこれで取っとけってことだね。全部白いから分かりにくいな。これ多分今やってる作業もこのパッドがなかったらだいぶ四苦八苦しながらやってたんじゃないかなって思うんですよね。前サクラダファミリアを作った時に買ったんですけど、このパッドをですね、それまではなくてない状態で、デラックスの方の東京タワーとか、あとは姫路城とか作った時はテーブルがツル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 するから結構大変だった記憶があるんですけど、だいぶこのシリコンパッドがあれば作業性がかなり良くなったと思います。はい、手順に OK。 最初はいろいろ喋りながら作るのも面白いなとは思って YouTube 始めようって思ったけど、結構無言だよね。ここは2ポッチ分開くような感じで、こいつらはこの 2×8 はつけるといいですね。目的地探すの結構難しいですよね。なんせ全部白だからね色の変わり目とかがないから、どこを狙ってつけていいのかが分かんないよ。
あれ、あ、また1個余ったかと思った。こいつの呼び方って何なんですかね。 1×2 の L とかなんですかね。ステップ6はこいつらを全部合体させるみたいな感じ。これが1のやつ、2のやつ、3のやつ、4のやつ、5のやつ。うわ、こうか。ちょっと待って、神経使うな。分かりづら。6までで一旦終わりにしようかなって思ったけど、いかんせんこれじゃちょっと不安定なんで、ちょっともう一段だけ作ろうと思います。やっとデラックスエディション制作っぽくなってきたね。結構なんか喋りながらとか言ってたのに全然喋らず、やっぱりナノブロック面白すぎてっていうか、こういう細かい作業が好きだからなのか、喋る余裕がない。持ち上げられるだけの強度ぐらいにはなりました。裏はこんな感じです。できる